家を整理していましたら、田舎の蔵から出てきた漫画の雑誌がたくさん出てきたので、ちょっとご紹介したいと思います。この東京パックというのは明治38年に創刊されまして、大正の初めまで大変みんなに人気だった雑誌なんですけど、日本で初めてのカラーの漫画の雑誌です。それからその人気にあやかって、その翌年の明治39年にはこの大阪パックというのも生まれました。東京パックが43冊、大阪パックが30冊見つかりました。その他にも、これは日東タイムズですね、それから国慶新聞、国慶新聞の方が国慶会っていうのもありますね。その、これは国慶新聞定期増刊絵はがき、全部中に入っているのが絵はがきなんですね。ですから、でも当時は漫画って言ってもこういう筆で描かれていますから、格調高いというか絵として美しいものばかりです。これは時事漫画、こちらもそうですね、時事漫画東京っていうのがあったり、中にはこれ、こんな、これは週刊朝日増刊号ですね。こんな大きさだったんですね。それからなんかスゴロクのようなおまけもついてたりします。それからどんなのがあるかな、あ、これは新青年という江戸川乱歩とか夢の休息とかね、いろんな推理作家がこれに連載してましたよね。この中にもそうそうたる作家の方の名前が見られます。はい、でしたか、面白いのがありました。小学校の修身の教科書、これも明治時代ですね。もうボロボロになってます。こんなになってて、やっぱりこの時代は修身の教科書大変だったんでしょうね。さあ、今日はその中から東京パックの中から1、2冊ちょっとご紹介したいと思います。これは大きさとしては、B4 版の一回り大きいという感じでしょうか。あの頃にカラーで見られる漫画っていうんで、とっても新鮮だったようです。始まった頃はほとんど北沢楽天という方が絵を描いてるんですけど、上手ですよね。このデッサン力とか、本当に笑っちゃうような面白いのがいっぱいあります。社会を風刺したものということで、よく見ますと日本語の解説の他に英語ですとか中国語の解説も書かれています。ですから世界を意識して作られたというものなんだと思います。この中の広告のページを見ていても、全部手書きです。こういう手書きの広告とも今見ませんよね。この小さな文字から全部筆で書いたものなんですね。時代劇風のものもあれば、ちょっと洋風の絵もあります。この雑誌が日露戦争を背景にどん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 売り上げを伸ばしていきまして、月に2回発刊されていたんですけれども、多い時には一時は10万部の発行もあったということです。売れてたんですね。真ん中のページにはこういう見開きの大きなページもあります。スタッフには坂本茂次郎とか川端龍子といったそうそうたる画家が名を連ねていました。この丸いのは何でしょう。当世分回しと書いてあります。あ、お金の流れですね。政治、これは
政府が代議士に金を払い、代議士が妾に金を払い、妾は俳優に金をつぎ込み、俳優は、装飾の品を買い、その装飾の品を売った人とか、流通の間を抜けてこれを作った人のところに金が回り、その職人さんはタバコを買って、そのタバコは政府にそのお金が収まるということで、一回りお金が回っていくということなんですね。あ、これも広告のページですけど、本当に綺麗ですよね。この一つ一つ手で書かれた広告って、これを見てるだけでも本当に面白いです。あ、結構薬の広告が多いですね。龍角散、今もありますものね。それから、大体さん。あら、これ子供が泣いてるところなんでしょうか。このまあ、広告までちょっと皮肉った内容になってたりするところが面白いです。これは、お姑さんとお嫁さんの喧嘩のシーンです。犬と猿。お前のような家風に合わぬものは猿と、されということで、これが猿にかかってまして、このお嫁さんが言い返します。へっ、あなたの方で去らなくても私の方でこんな家には犬ということで、犬と猿の喧嘩ということでした。それから次の東京パックですね。これも同じようにこう書かれてますけど、これは中国を皮肉った記事です。亀の亀裂ということで、さすがの亀もできてから400年も経って、相当ひびが入ってきたぞとこう言っています。ああ、これもみんな細かい字で書かれてますけど、読んでったら面白そうだな。これは真ん中にあるまた見開きのページです。狐がいますけど、この狐は宮内省という感じですね。で、棒を持ってますけど、この棒にはご都合という、まあ、宮内省の都合によってみんなこう棒でいじめられているし、それから持ってるのが杓子定規ですね。杓子定規を持ってるということです。そうやっていつも官は民をいじめるということになるわけです。あ、これもいますね。あ、もうちょっとしたなんか絵が面白いですよね。この一つ一つね、なんて勢いがあって楽しいんでしょう。これはお酒の広告かな。これはまた随分洒落た絵ですね。なんかデザインになってて、今でも通用しそうなこういうデザインが使われています。ということで、今日はこの辺までにしたいと思いますが、またおいおい次の号をご紹介していきたいと思います。では。